はいどうも皆さんこんにちはとてんございますというわけでシャーロックホームズアウェイケース続き遊んでいきたいと思いますというわけで教室に前回入って今は調べ中これはなんだガイジャック先生私の出発前に先生が私にやりなかったことと先生のスタッフが社長になったおほほ記憶喪失の治療に大きくなると<だ>この匿名の患者は誰だとこ<だ><だ>の患者と同じように医療ファイルがあるだろう名前なんだっけさっきのグボ、G. ハグボーですね オッケーまあでもこんなもんかね。またなんかあるんだったら持ってくるでしょ。とりあえずなんか新しい名前とボルフの騙すための道具は揃った。とりあえず先に名前調べるか。だってハボックだっけなんかそんな感じ。これあヒュズのファイ探してたファイルがあるぞ。あの匿名の感じの名前しかない。どんな変わった人物なんだろうあはあ、このファイルは川岸に見つかった男が瀕死しったことを示している。男が救助された町で数ヶ月が生き残ったあ。 彼は突然制御できない怒りの発作に見舞われて、地方の保護施設に見舞わされた。だから解放の兆しに見なかったから、ここに怒られたと。この感じは無口で記憶喪失を含んだ頭蓋の骨折の講習を繰している。彼はつまらない仕事をこなし、ほほれとけた授業は、驚くべき記憶力を見せた。どれぐらい得意かというと、点々点。あ、記憶力に優れていたね。見つけてどうなんだろう。まあとりあえず、顎引きとメガネを組み合わせて、シュワルツ教授への変装。これでいけるの やってみるかこんなバカがあいつこんにちは so, Wolf, あ本当ウォルフ君 <you must. S 1> 君は授業内容をよく聞かせない素晴らしいよバレないのプロフェッシャースワーツウォルメト僕は他の生徒にやりながらね私は他の生徒の仕事悲しいよと彼らゆかさんもしたとあなたは見てたんですね 俺は自分の勉強を知っていました。いつも頑張ったんです。他の奴は俺をカンニングしたんですと。う何なんだろう本当知ってるよ。分かってる。だから奴らのリーダーは医者なんだろ、うん、彼らはグループの中に卑劣だと。俺を勉強から引き上げようとした。いは俺を俺たちのように話す罰すると大きな悲鳴を上げる。他の人に扱うかきだと。あ毎日服を暗記した。彼には俺を止めることだけなかったと。んで毎日服を暗記したの なぜかく,くどれがよくわからんわ。えらかったね <laughs> と。ああ、いなとさえ必要だと。どこで彼にやっていた私は彼を見つけ、罰を与えなきゃいければならなよああ、罰を与えるための場所を引きでいる。あそこで会います。隠されているので、石原さんが暗号している。<laughs> 医者はオフィスの近くの火のところで音を立てた。その後、医者は俺の前の火のところで音を立てて、俺の後ろで音を立てた。あ,あ。俺の前の火のところでいた。オフィスの火の近くのところと、俺の前と、俺の後ろ。ああ この学級で高い学校先生がすったと。でもこれから声出さずに暗記してごらん私は教授だからね、全部知ってるしてかるのであ必要ないやとまあ、暗記自体はね、声出した方がわかりやすいっていうのがあるけどねおっしゃる通りにするよ、シュワルツ教授。こんな目の前に出ていでわかるの。で、なんか火がどうとかってったよねこれかオフィスの前、俺の前だからこれかな。んで 俺の後ろだからこれか。あれ違うの俺の後ろ俺の後ろ。後ろ側だったらどこでもいいのかここらへん。これ違うな。あ、これか。おお、開いたー。あとは単純な仕掛けだなと。確かにここに足跡あるもんね。ほら、ト血の足跡だね。こっから先伸びてるってことか。うわーうーわー 生きてんのお前さん。それとも死体生きてんななるだ、あんちゃん。めっちゃやばい競争って感じするけど。カモン、カモンってこと寝ぼけてるわけじゃなくて、これ。これもしかして音声学か同じ言葉しか言わないってやつ自己紹介の時でく僕は、あ,あ、喋れるのかい お前が唯一のものを崇拝することがないだぞ。お前が話すとともに偉大なる主を求めらった。そして私はお前と、私はどうやかと。哀れな姿勢を受け持てる。え、知らん。誰よ。入力とかやめてよ。やめてよ、入力は。ああ。知るか。 ええー、ブッダとかかなでもブッダの通じ知らんしな俺。れ。ローマジい,いやじゃあ。ブッダ。Right. ああ。はい、申し訳げね、答え見たわ。えー、っと、答えは。アビス。アビスの通じって、ワイニコラッキー。ライトアッアビス。シンの光。Right. 違うか。ごめんアビスのツーリア、ワイチのエスニコラッド。ライトアップアビス。 深淵の光と、お前になるような卑しい者でも本当の照目の餌となる前に誘いを得られたと。確かなんか奇妙なしで言ったね。深淵の光って。こが答えかロンドンでさらわれた哀れなの人たちはどこにいるんだそしてこの旅、この人と旅立った他の人たちは、ああお前の調査はどだ お前はイライア,アルアジュって何でもないだろああ、あの方はすぐ我々の呼びかけをする。のあの巨人たちが王の目覚めのために最終月の時、眠れるアルジュはこの地を歩むと。そして、お前の前に旧支配者を食べさせたもののように、お前は奈落に懇幹するだろうと。あ,あ見よ、旧支配者は復活するのだ。シルフや、もう分かったけどさ。 オールドマスター。なげえな。もうなんか、狂信者って何やってるか全然わかんねえんだよな。まぁ、あ、狂ってるから狂信者だけどさ。いや宗教に没頭してるやつほどね、怖い敵はいないよ。おんのためって言ってるための、おんのためならね、喜んで命を捨てるからね。終わっ渡せるよ。 ビホールド、グレイトワンリタインだからグレートワンか旧支配者はなった戻ってきたあ彼があまりに騒ぎすると彼が全職員呼びつける前にどっか行った方がいいとあ、そういえばあれじゃんおめでとうございましたこれかエレベーターってじゃ待ってよヒントヒントこれだ短いベル3回長いベル1回と OK えーっと 短いベルを、ワン、ツー、スリーの、長いビリッジ。これで開くおお、開いたー。これ、エレベーターだったんだね。いらんかったわ。これで、裏から戻れるというわけか。よし。千万。いないよな、外略水死。 ここああ、ずっとわかんかった扉がここ。ここに繋がるんだ。なるほど。ああ、どうだと。なるほどね。ここに繋がるんだ。なんでここにいるんだよ。<laughs> 大丈夫あんだ。ああ、シンプルだと。1個開けていいの <laughs> ああ、申し訳な、ね、い。あなたと先生だと。彼には私がわからんらしい。 えモリアーティー教授 <laughs> ライヘンバッハのけで死んだはずじゃん。なんで生きとったああ、彼は昔の原因だが、彼が全く記憶すなりで、過去の一部の事件の例のことはどいでもない。え、本当にこいつモリアーティーだろあ,あ、戻ってきた。え、マジでモリアーティー教授なのでも確か。 そのライヘンバッハのけでホームズと一緒にね、携帯をなんだよ。携帯というか、竹壺に落ちたっていうのが何かシーツだったはずなんだよね。当時か。あ本当に当時なのかこれ。えー、マジで マサこ,こでアウトはなあ,ああ、やつの名前を教えだ。あれの名はなかえどこ行った んどうしたんだえー、ここでモリアーティ教授出てくんのあ、そうなんだ。ってことは、このホームズはモリアーティ教授の事件が終わった後のホームズなんだ。なるほど。いや、あやっとこそ洗濯場か、第一にアモスの変装をしなければいけない。 あ、ハモスの変装と。あ,あ、あったー、これか。おうと。これも帽子がいるのか。オッケー。激しめ。彼はここにいるぞおい、お前、誰だろかこっち来いと。ああ、なるほどね。ここに喋りたいのが、やっとワッソン君じゃん。ああ、本日は院内で問題発生して、 休を要する院インドの問題じゃしくて、お手を煩わせるわけにはいかないのです。ああ、結構、その厄介なくと一緒に取りましょう。レクター明日、博士とワース,ーストで他の問題を議論できるでしょうと。なるほど。で、バレるのかなこれまず君、誰の有名なプロを図ったことを知らないぞと君のペティンは見破られ。あ、ホームズって分かってないんだ、お前。てっきりグルーだと思ったわ。 どうだ、う、やかせよ。今の意見、あ、そうだ、ね、ワトソン君。おお、思わず。あ。本当に分かってなかったんだ。まるで幽霊みたい、だった。<laughs> よく、あることだよ、ワトソン君。よくあることさ。まさかの宿敵が生きたのだもね。<laughs> ハンジーボクノコディアンスを persuade me against my course of action。 その通りで、す、君それに僕はさらなる危険をさら、まあ、なる危険を明かすのためだっているという説明してくれないか要な点がヨーロッパ、もしかするとイギリスで起こったことなのに我々はいつ、どこでそしてなぜ事件が起こったのか解目見とかつかないということだ唯一の手がかりは新しい最後ということさまざまな点で未開で自然のまのの地だああ多くの点で自然のままであるはずている君は次の目的地を知っていると。 はあ、知るか。答えは、これかな間違えた。ニューオーリンズかなはい。どうだバツソン君、アメリカの公園、ルイジャナ。ニューオリンズだ。そこに天罰が下さるべきかの一味がいると。なんでニューオーリンズなんだろうわかんねえわ。多分手上がりはというか。 あのヒントはあったんだろうね。俺は分からなかったけど。<noise> あ僕たちの本当の身元や目的は僕たちの分かんやろと僕たちは強敵を相手にしてるんだ。波外れて協力さ、ね、<noise> れな <noise> <あ>い。何これ何がしたいの あ,あ、渡せとえ何それドアみたいな感じのパズルボックス的な感じ。もしかしてややばいやつに渡してこいって言われたわ。<ー>えっちょっなんだろう。あ,あ、判定な入れだから、じゃあこいつは偉大に立てたから大変な謎解いてるところにある血っぽくな灰色の作用デーブを使うわけだ。

うん、船旅の間、何者かが気をつけておと,とここでは全てが安心安全。僕はこの街の大体の地図を持っているんで、見た通りホームズ君、うん,、うん、なんかホームズっぽい格好だな。それがもうちょっとなんか茶色というか黄色っぽい感じだったら、もっと最適だけどね。俺の思うホームズ像だけど。 ああワんくん、僕のやつを考えると、わずかな時間しかないと。そして、数え切れないほど命を計ていると。やっぱなんかホームをつばこの帽子だね。では、両替して地元を作ってやるか、僕らはスーツを作ってないからね。あ,あよーし、はい、というわけで本日この辺で終わろうか。やっと病院ステージ終わったなかった。ああ、疲れた。 次回からこのニューオーリンで調査しましょうか。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。またね。